こんにちは、Pだよ。こんにちは、ナオヒロだよ。夜の番組お待たせしました。ビャビャン。いやー、今ね、うん、コーヒー飲みながらね、コーヒーいただいております。私撮ってるんですよ。先週コーヒーね入れるわっていう話をしてたので実際にブラザーズコーヒーのコーヒー、うん、今回ブラジルを入れさせていただきましたけど、どうでしょうか。いや、うまいね。あのね、うん、思ったより、あのブラジルっていうとね、うんうん、なんかイメージとしてはさ、はい、濃い感じ、あのなんかこうね、パッションな感じ、彫りも深いし、はいはい、そう、顔なんかダイナミックに踊ってますみたいな感じだけど、はいはいはい、思いのほかね、スッとしてる、うん、爽やか、上品だよね。上品、くどくない。そう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 、ブラジルってくどいイメージですけど私くどくなかったはい、こんな感じなんですよ。いや、美味しいね。美味しい、僕は一押しですかね、ブラジルが、うん、なんて言うんだろうね、うん、苦味もさ、そんなないね。うん、うん、そう、こんなにきつ、まあ、飲みやすい、非常に、うん、どっちかというと酸味の方が目立つかな。スッとしてるね、うん、美味しくいただいております。はい、はい、ありがとうございます。ということでね、コーヒーの香りをプンプンさせながら今回はねスタジオ中がね、もうコーヒーの香りに包まれておりますけども、いいよね、コーヒーの香り。いや、いいね、爽やかでいいですわ。さあね、ということで、ね、店にもね遊び行ってくださいね。はい、はい、ブラザーズコーヒーね、概要欄にリンク貼っときますのでお願いしますお願いします。ということで、メッセージの方行きましょうかね。はい、ともえさんからですね、田本さん、 P さん、こんばんは。こんばんは。コーヒーはせっかくなので少し酸味の感じられるグアテマラにしました。あ、先週買ってくれたんだよね、通販でね。ありがとうございます。ユーフィーの曲、今日かけていただいた曲、単純にラブソングが書きたかった2013と説明がついてますね。3月は会えなかったけど4月はライブのチケット取ってあり楽しみです。人生列車聞いてて思ったのは、私は電車に乗ると必要な情報を見る以外は外を見たり人間観察をしてます。翔英さんには鳥取でお二人が待ってると葉っぱをかけておきました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、翔英さんは楽しみよ。楽しみだね。うん、何、ラーメンか。嫌いって言われるかもしれない、ね、あの曲ね、はい、何だったっけ、反面教 師、あれちょっと気に入っちゃいましたからね。気に入っちゃいましたね。2回聞いたもん ね、レンチャンでね、ちょっとねループさせてしまいましたけ けど、はい、ということでね、はい、ともえさん、通販の方もありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどね、僕ね、先週ね、はいはい、さ、お店行ったと、それこそこれ買いに、うん、あ、なるほど、ありがとうございます。そしたら、うん、通販、うんうん、買ってくれたっていうのをオーナーがね、うん、大喜びしてましたよ。あ、オーナー知ってたんだ。知ってました、知ってました。Pさんの紹介だって分かってんだ、はい、はあ、横のつながりがどんどんできてますね。そうですよ、面白い。なのでね、ぜひね、買って飲んでみてもらえたら嬉しいなと、うん、だって安いもんね。まあね、うん、コーヒー一杯、ちなみにこのドリップコーヒーっていうものは一体いくらぐらいするんですか。いくらの味でしたそれ。いや、わかんないですね。いくらぐらいでした。いやー、けどわかんないですけど、まあ、スターバックスとかで買ったらこれぐらいするともう、うん、ね、600円とか700円とかいっちゃうじゃないですか、はい、でしょ、うん、なんと1パック150円です。安いね。150円なの。なんか、まあ飲みに行って、まあ、直接飲んだ後に、はいはい、ちょっとドリップ買って家でも楽しむみたいな、このパターンですよ。もう今だって自販機でなんか買ってもさ、うん、150円とか60円とかいきますよ、ガッタンって出てきたやつ。もう安いからさ、僕はあのカゴに入ってるんだけど、はいはい、もうカゴごとドンでしょそんな飲むの。なんか選ぶのもあれだし、あ、まあ、なるほどね。じゃあ全部。あ、ただハワイコナ、はいはい、めっちゃ高いのあるじゃん。あれだけはそっとこうね、避けといた。そっとね、あれはドリップで買ってもちょっとお高いんですか。高いですね。はあ。一応飲みましたけどね。はいはいはい、はい、フルーティーなお花の香りをしたコーヒーっていう感じでしたね。クロート受けの。そう。フルーティーな。フルーティーな。はい。好きな人は好きかもね。ま。他試した後最後に行ってみたいとは思いますね。経験としてはね、うん、飲んでみてほしいかな。なるほど、うん、P
ピーさん的にはそれを束で買おうっていう感じではない、うん、ないね、ないんだ僕はやっぱブラジルがトップだね。なるほどなるほど、やっぱコーヒー、うん、コーヒーしてる方が好きと。そう、飲みやすいということでね、皆さんの一番も教えていただきたいですけど、お願いします、はい、じゃあ次のメッセージですね。ユミユーフィーさんお願いします。はい、 P さん、直弘さん、こんにちは。こんにちは。魂田ユーフィーさんの曲ナチュラルラブかけていただいてありがとうございました。10年ほど前に作った曲がたくさん入ったタマ CD8 の中でもダントツにこの曲いいって好きになった曲でした。へえ。明るい恋愛からずっとその温かい気持ちが続くことを思わせる歌詞もあって、うん、素敵な曲ですね。ハーモニーと音の重なりもすごく素敵で心が明るく温かくなる、こんな素敵な曲また歌ってほしいですね。うんうんうん、うん、この曲の素敵さを感じられてよかったです。ありがとうございます。直弘さんが小学校の卒業式で祝辞を話された回の YouTube 見ました。うん、自分自身のことを ストレートに話されていて、私がこれまで出てきた卒業式にはないようなお話でいいなと思いました。子供たちの心に残っていくといいですね。お疲れ様でした、うん、ということでした。ありがとうございます。僕もね、YouTube 見ましたよ。た。ありがとうございます。そんななんかサングラスとかしなくてもあなたはもうすでに変ですよ。変わった人の部類に入るんでしょうかね。やっぱね、雰囲気とかね、は、オーラとかで出てるから。出るかな。出てる出てる。いやー、いやこれはね、僕もね、うん、ちょっと P さんに会った時のことを言いますわ、初めてね。はい、はい、はいはい。ちょうどだからその 3.11 があった後だったかな。あー、はいはいはい、Pさんに初めて出会いましたよ。そうですね、あの P さんからもね、はい、もうかなりもう変な人オーラ電話食ってました。忘れないもん、あの初めて会った時のあの P さんのオーラ。ゴールドだったっけ。ゴールドっていう、ね、そうカラオケ屋さんでね会いましたけどもねあったね、あれ、あの時はやっぱりね、はい、仲良くなるなんては到底思えず、確かにお互い、ね、いい印象なかったですねお互いねでもこうなるんですから面白いもんだよね。面白いもんですよ、うん、あれがあってこそですよ。そうですね、はい、最近その P さんは、うん、まあいろんなとこをこう回ったり巡ったり歩いたりして、うん、まあこのオーラというか、うん、人をパッと見て、あ、この人変わってるなとか面白そうだなとか、やっぱりオーラ感じますか。わかりますよ。わかる、うん、なんかね、うん、スカウトの人とかもすぐわかる。おいおいおい、あ、わかるんだ、うん、はあ。人を見る人の目が違うなとか。ほう、はあまあ、あれみたいなのもデカみたいなもんですよ、要は。なるほどね。そう、もうなんか常に犯人探してますみたいな。アンテナとかね、まあチンテナですか、うん、チンテナチンテナ、まあ、あれですよ、この髪の毛がピン立つみたいな感じで大体わかりますから。わかるんですね。そう、はなんか学生さんとかにもさ、やっぱり 学祭とかで行くと、うん、P さんはそのいろんな方に出会うじゃない、うん、はいはいはい。やっぱりなんか中心人物というかこいつだなみたいなのってやっぱりピンとくるもんなの。もう来ますよ、たたずまいとかで。やっぱね、勉強がね、テストで点が取れる取れないとか関係ないね。ほう、できるやつはもうできる。わかる、わかる。喋ったらわかるのか、喋らなくてももう喋らなくてもわかる。もうわかるの。わかる、はあ、すごいね。たたずまいでわかる。たたずまいでわかるんだ、うん、すごいですね。やっぱ違うんですよね。はあ、やっぱり大谷翔平は立ってるだけで大谷翔平ですかね、やっぱり。一郎は一郎じゃん。あ、まあそうか。そう、タモナオはタモナオでしょ。そうだね、うん、自分ではやっぱり分からないけど、うん、人が見ると分かるのかな。分かると思うよ、やっぱ変な人だなと思ってると思うよみんな。そうか、うん、てか僕そういえばその本当に当時のやっぱり P さんで衝撃的だったけど、うん、はい、今あんまり変な人だと思わないってことはこっちに来た変な方に寄ったんだろうね、僕がね。そういうことですね。そういうことか。だから、うんうん、小学校とかでも、はいはい、変な人が変なこと言ってるから普通になるんだよね。お、なるほどね。そう、うん、あ、そうか。みんな、あ、だと思ったって見てると思う、聞いてると、うん、そういうことか。そう、めっちゃ普通の人が急に変なこと言い出したって思われてると僕思ってた。
いやそんなことはないね。ないんだ。ないないない。はあ、うん。これまず普通の人はね、うん、そうならないじゃん。まあそうか。確かにね。まあ、大体ね、なんか事業を起こすとか、はい、その時点でもちょっと変だからね。まあ確かにね、うん。その時点でおかしいって。P さんなんかも特殊だよ、分野が。特殊。あの音楽をやろうとか、音楽業界とか、その広告代理店を自ら立ち上げようなんて人はさ、うん、まあ、なかなかいないじゃん。そう。出会ったことないもん、俺 P さん以外に。お医者さんまだいっぱいいるけどさ。うん、あとあれでしょ、看板屋さんとかでしょ。看板屋さん。本当にね、まあ、いろんな人がいるのよ。いるね。このなんだろう、業界でもさ、うんうん、いろんな振れ幅があるって感じ。そうですね、うん、なんか面白いよね。いや面白いですね、うん、そんな中もまれまくってるもんね。10年間お互いさ、会社立ち上げてもまれまくってるじゃないですか。もまれにもまれてますよ。いろんな環境にね。ね、はい、なんかさ、この僕とかは新しくちょっと小児科だけじゃなくてこう脱毛しようみたいなあったじゃない。で今ちょっと動き出してるけど、うん、P さんこれからさ、なんかこういうジャンル行きたいみたいなってあるの？いや特に多分ね、うんうん、やろうって思った瞬間にもやってたみたいな感じだった。なるほどね。なるほどね。そうか、早いんだよね。そうそう、思い立ったらすぐだもんね。レスポンスが早い、うん、てかあれだね、コーヒー飲んでからね、シャキッとしたね。シャキッとした。だいぶね、さこれ2本目なんですよ。ラジオさっきよりシャキッとしてる。シャキッとしてる、うん、なんか頭がシャキッとしてるなと、うん、目が覚めた。髪がさ、右側のここの髪、はい、立ってるもん。課長鏡見て、こんなスマホで。ちょ見てみましょうかね。こっち立ってるよ。はあ。ほら、またわからないネタを。はあ。ラジオじゃわからないネタしてね、すいませんけどね。立ってますね。立ってでしょ。コーヒー飲んだせいだよね。これすごいね、これ立ってますね、はい、はということでね、ちょっとね話が長くなっちゃいましたけどね、はいはいはい、曲いきましょうかね。はい、聴いてください。ドクター指で神様ありがとう。昔、そのまた昔、きれいなきれいな青い星がありました。神様たちは特別の秘密の呪文を唱えて種をまきました。頭にょきにょき、おなかニョキニョキ、おしりニョキニョキ、人が生えてきた。ありがとう神様、僕に命をくれて、とってもとっても嬉しいよ。ありがとう
様、お願いがあります。もっともっとみんなと仲良くなりたい、言葉だけじゃ足りない、もっともっと何か欲しい。はい、聞いていただきました、ドクター指で神様ありがとうでした。ちなみにですね、はいはい、先ほどね話があったんですけど、たもっちゃんが祝辞された YouTube、はいはいはい、概要欄にリンク貼っておきますので、多分聞いてない人もいると思うんでそうだね、ぜひね、あの見てもらえたら、聞いてもらえたらいいかなと。ぜひ聞いてくださいませ、ね、変わったこと喋ってるから。そうかな、いや分からん。ただね、うん、僕実は祝辞って、うん、あの初めてさせていただきまして、はい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 、PTA とかの、あの学校の先生に聞いたら、うん、その何喋ってもいいですよって言われたんだけど、うん、ちなみに去年と一昨年のやつは送っときますって言われて、うん、念のためね、そう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 、同じこと喋ったらつまらんしね、うん、しやっぱり最初と最後は、うん、あの最低限のことは喋ってくださいっていう感じで送っていただきまして、ああなるほどなと、うん、で最初最後はそういうのをね、やっぱ定型的にやらせていただいて、うん、で中もね、はい、ちょっとね、あのやっぱり子供たちの成長ってあるじゃない、あるあの最初はさランドセルめっちゃで、うん、大きく感じてたけど、うん、なんか6年生とかになるとランドセルちっちゃくなっちゃうみたいな、うん、あるある、そういうのがよくあるから、うん、そういうのからスタートした方がいいかなと思って、うん、そういうのをね、うん、考えてたんですよ、はい、無理だったくしゃくしゃぽいしちゃった。あそう、うん、じゃあもうあの祝辞はノーハンド、ハンズフリー、もうハンズフリー、何も読まずに、あ、それはね、読んでます。あ、読んでたんだ。読んでたっていうのはね、うん、これも教頭先生が、私ハンズフリーで何もなくて喋っていいですかって言ったら、うん、あのタモさん一応なんか祝辞ってさ、こうパラパラめくるやつあるじゃん、縦書きになってる。ある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 。あるでしょ。あれを作るから、うん、それをまあパラパラめくりながら読んでくださいって言われたのよ。なのに白紙だったんでしょ。ちゃんと印刷しちゃった。あ、本当。うん、はあ。やっぱりね、その、まあ大失敗がね、うんうん、学校側としては確かにね、恐怖じゃないですか。真っ白になる時もあるもんね。そう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 。はあ。だからね、ちゃんとそれを読みながら やらせていただきました、うん。ちなみにどんな思いが集まってたんですか。それですか。うん、そのなんだろうね。あんまりいろんな人に流されるなよっていう、あー自分持てよと、そう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 、これはね本当はねもうちょっと小難しい話がしたかったんですよ僕。はいはいはい。あのね先生の話とか大事だけど、うん、あと親御さんの話とか大事だけど、うん、大事大事、それよりも自分の中から湧き上がってくる感覚を大事にした方がいいよっていうのをね本当は伝えたかったんですよ。ほうほうほう、うん、っていうのはね、中学校っていう、中学生っていうのが、うん、高校生とか大学生よりも、うん、小学生、幼稚園生よりも、なんかね、一番自分の中の感情みたいなものが、うん、自分の中のこれみたいなのが湧き上がってくる時期なんだって。ああ、そうなんだ。そう、だからそこを大事にしてほしいなと思って、うん、
それを伝えたくてね、ああいう感じに喋ってます。あれだよね、青春、そして反抗期、そうそうそう、反抗期ぐらいじゃない、うん、そうな、親離れとか、うん、なんだけど、うん、そう、卒業式だから先生方がいるじゃない、うん、はいはいはい、で親御さんがいるじゃない、うん、そこでね、先生たちの話聞くなとか、うん、親御さんの話を聞くな、うん、自分の中のを大事にしようっていうのは、うん、なんかそこを置いてけぼりにするのもちょっとやりすぎだなと思いました私。あー、なるほどね、ちょっとマイルドにしたのね。そうそう、マイルドそうそう、自分事として、もう結局田本が、うん、田本の話をする分には、うん、まあ誰も傷つけないじゃないですかそうだね、自分語りだったらね。そう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 、うん、だから自分の話をして、うん、あとはあの好きなように受け取ってくださいにした。まあ解釈とかでね全然変わってくるしね、 そうなんです、うん、そこを考えさ、まあ、答えをね渡さないっていうのもいいと思うよ。そうなんだよね、チャットね、うん、まあね、なんかこう言いたくなるところはいろいろあるんですけども、うん、ね、よかったと思うよ、いい経験にもなったしね。あ、僕のいい経験になりましたね。ね、うん、またこれでね、米子子どもクリニックレベルアップしたと思いますので、ね、子どもクリニックレベルアップしましたかね、はい、ぜひね、ご利用くださいということで、はいはい、メッセージ戻りましょうか。はい、戻りましょう。じゃあ岡ぽんさんのメッセージお願いします。はい、岡ぽんさん今週もありがとうございます。ありがとう、P さん、たもっちゃん、春だね。春、花見企画いいですね。うん、屋外だと換気しなくていいから安心して食べられるね。一箇所に集まりすぎるのはダメだから花見スポット以外でやりましょう。何をしたいんだろうね飲んだり食べたりしたいんでしょうね自分一人の時間たっぷりあるな。基本一人の時間が好きだからいいんだけど ね、 いいね。ちなみに通勤の車の中は大半配信アーカイブ聞きながらになってるな、うんうん、なんか毎日配信とかしてる人多くて、それも平均すると1時間半から2時間超えるから、うん、身近なアーティストだけでも全部見たら1日6時間は余裕で超えるわはあ、すごいですね。でアーカイブ残す人と残さない人、収入アイテムのお礼として限定公開する人、それぞれだけどね、うんうん、推し一人なら毎日会えていいんだけどね、うん、1日の生活、職場と配信、合間にニュース番組で単調な生活になってるな。今車通勤になって体動かさないから、春になったらロードバイク買っていろいろ外の空気感じるかなって、加作中だわと。画作中か、ね、はい、ということですね。まあでもあれだね、配信だけで6時間ってすごいね。すごいねだからほぼ自分一人の時間をそれに費やしてるってことだよね。好きなんだね、オカポンさん、いろんな人の話聞くのね。ね、うん、まあ、配信だとねやっぱ双方向で絡めたりするじゃん。はい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 、そういうのも楽しいよね。なるほどね。それこそね YouTube とか TikTok 配信みたいなもんじゃない。やってますやってます、うん、あれはやっぱりけどまあ楽しいね、うん、コール&レスポンスというか、うん、一緒に空気感をっていうか時を同じくするのはね、うん、ああいうのいいよね。寂しくないじゃん、うん、寂しくないね、みんなが いるみたいな。はいはいはい。P さんはけど一人で喋りながら、はあ、言うてもあのゲーム配信とかは語ってるじゃない、はい、あれはだってその時のコール&レスポンスではないじゃん。そうだね、コメント読んだり、はいはい、ま、テーマに沿って、ま、適当に話しながら敵をやっつけていくっていう一応目標はね1位なんで、はいはいはい、うん、それをしながらやってるんだよね。注意散漫になりながらね、注意散漫になりながらね、そうよくやるね。でもたまにゲーム放棄して、はいはい、話だけの時もほったらかして結構いい話されてますからね、はい、P さんとかもなんか祝辞とかしたらちょっと面白いこと言いそうだよね。でもやらかす可能性もあるけどね。あー、まあな、置いてけぼりするかなそうそうそういやでもねちょっとね今後やっていく可能性あるんでね、考えておきますわ。楽しみです。はい、ということで次のメッセージいきます。行きましょう。いくさんです。はい、 P さん、直弘さん、こんばんは。こんばんは。直弘さんが幼稚園大学までずっと 1.5 キロ圏内だったなんて驚きでした。恵まれていたんですねお二人とも電車通学したことのないなら憧れる気持ち分かります。ですが私が高校生の時は電車通学でしたが、その憧れとほど遠いものでしたよ。ローカル線で3両しかなく、前の車両と後ろの車両で
男子高生の乗る車両と女子高生の乗る車両が暗黙のルールみたいになぜか分かれていました。寂しい寂しいね。真ん中の車両は多少混じってるみたいな感じだった気がしますが、僕はそこに行きたいですそれでもなんとなく分かれていました。今思うと変ですが、当たり前のように男女分かれて乗ってましたね。そして駅降りると駅の反対側に男子校と女子校があり、東北間も交わることはなかったです。悲しいね。好きな人が乗っていてもちらっと見かけるだけでしたね。中学の時は学校から 1.5 キロ以上の人は自転車で通えたのに、私は 1.4 キロだったため徒歩でした。しかもヘルメットかぶるのが高速であったため、夏の暑い時でもヘルメットかぶって通学してましたね。やばいね、徒歩でヘルメット。やばいね。まあ今となってはいい思い出です。玉志田雄一さんの曲はやはり10年弱前の曲、ナチュラルラブでしたね。穏やかなメロディーと歌詞に安らぎを感じ、とても素敵な曲だし、昔の曲の中でも特に好きな曲です。イベントでもアライブでも路上でも一度二度くらいしか聞いたことはないけど、聴けた時は嬉しかったですね。そんな曲がラジオで聴けてとても嬉しかったです。ありがとうございました。今週もトークに音楽に楽しみにしておりますということで、イクさんからでした。ありがとうございます。今日なんかねトークね、長めだったんでね、1曲しか流せなかったね。あ、そうなんですか。ええ、もう残り1分半ぐらいですからね。もう1分半しかないんですか。いやでも今日はねいい話しましたよ。しましたかね。特に祝辞。あ、祝辞ですか。うん、コーヒー飲みながらね。コーヒーがねうまかったんだよね。僕本当に今飲み切っちゃいましたけどね。あ、もう早いね。もうシャキッとしちゃって。シャキだね。目が開いちゃって。レッブルより全然シャキするでしょ。レッブルより全然いいですなんかね頭がねフル回転で楽しくなっております。健康にもいいらしいしね。いいね。血がサラサラなるの。あーらしいらしい。僕のアルコール漬けの体をね今癒してくれましたよ。そういうことですよ。やっぱ自然のもの飲まなきゃ。そうだね。これなんで豆だからね単なる。確かに豆いってねそう吸って飲んでますからね。豆を水でなんか蒸らしただけみたいなね。すごいな、文明の利器だな。けどはい、いやでも今日楽しかったね。楽しかったです。うん、美味しかった。なんか皆さんもさ最近このブラザーズコーヒーを飲んだとかって言ってくださってたじゃないですか、はい、僕共有できてなかったから、はい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 、こうやって共有させてもらってね嬉しい。ぜひね、うん、店にも行ってみてください。行ってみましょう。ぜひ、うん、今度の土日だな。たったね一杯のさ、はいはい、コーヒーにどんなストーリーが待っているのかねえそのおじさんとかをねまじまじと見ちゃいそう。いやめちゃくちゃ喋ってくるけどね。喋ってくるんだ。喋ってくるそれが楽しいよね。なるほどね。コミュニケーションを取ってね、よりねコーヒーに深みを出すトークですよ、うん、あーいいこと言いますね。はい、ということでね今回はいい話をしてしまいました。ありがとうございます。 P さんと直弘でした。またね。バイバーイ。